はい、こんにちは、まめと申します。学生会中実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、あ、そうだ、コントローラーでねプレイができるようになったんだけど、なんかねフリーゲームはキーボード操作の方が慣れてるのでキーボードでやりたいと思います。何のために買ったんだって思いますが、ちょっとねボタンのねあれが分かんなかったんですよ、あの変え方が。なので今回はキーボードでやっていきたいと思います。はいで、ナンパというね聞き込み調査をね、ナンパという名前の聞き込み調査をしてるんですが、確かこの病室の人たちは、待って、走るのどうだ、聞こうかキーボード操作も分かんなくなってやんよ。で、一応あの、あやねさんの方にも、え、こんなシスターいたっけ、誰かの手助けをするのが私の使命です。これはナンパできるでしょうか。はい、アイジに好みじゃなかった。はい、ということであやねさんのところでナンパを使いましょう。また殴られるな、ご褒美だよね石渡りにとっては。あ、すずちゃんが来てるじゃん、すずちゃんが来てるじゃん、ナンパしよう。早く元気になってね。ということで、あ、まだ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 、いやーいやりんちゃん、じゃあまあ事件について聞きましょうかね。何も知らないよ、あやちゃんが退院するまで私とまなちゃんは会退場をお休みしてるんだ。じゃあ恋話をしましょう。あずまさんはクラスで好きな人とかいるの？みんな大好きだよ。いい子だね。ほんと、とんだピッチだぜん？ピッチ？じゃあそんな純粋なりんちゃんに告白をする。あずまさん、俺と付き合わないか？俺前からあずまさんのことが好きだったんだ。ごめんなさい。あ、逃げられた。あずまさんには刺激が強すぎたみたいな、ドラゴンバッグもかも、本当に髪が強すぎたみたいだな。ということで、また来たの？別に私は何も知らないよ。ということでナンパしましょう。じゃあ事件について聞く。私入院してるから何も知らないんだけど。恋バナをする。四条さんの好きな人は誰ですか？マナトリー。男でだよ。いないよ。ということで告白しましょう。好きだ、結婚してくれ。はあ、ふざけてんの？俺は本気だぜ。友達からでもいい、付き合ってください。無理無理、私そんなの無理だって。この反応押し切ったらいけるか。あやちゃんは自分の魅力に気づいていないんだ。みんな本当はあやちゃんのことを可愛いと思ってる。気持ちは嬉しいけど他に。つーか、あやちゃんって呼ぶな。ほらこれあげるから帰って。あやねのリストバンドを手に入れた。ダメか。まあ意外と推しに弱いことが分かったし、よしとしよう。他にって言ったね。深夜やっぱそうなのか。なるほど、あんざらでもなかったって。ああ、マナちゃんがいるじゃん。そしてリンちゃん。ごめんなさい。リンちゃんに何したの？めちゃくちゃ怯えてるんだけど。俺は本能の赴くまま、今日ほんとひどいな、赴くままに行動しただけだ。石渡くんの本能、強姦もっと健全な方です。ということでマナちゃんも、ま、ナンパしましょう。はい、手当たり次第。今回はおとなしくしてるよ。あやねがいないとやる気起きないし。ということで恋バナしましょう。柏木さんって日の上のこと好きなの？好きじゃないよ。え、嘘。俺のことは好きじゃない？うん、好きじゃないダイレクト。じゃあそのまま告白しましょう。俺ずっと柏木さんのことが好きだったんだ。へえ。
んでりんちゃんが驚くの？だってさっきは私のことが好きだって。二人とも好きなんだ、結婚してください。あやね呼ぶよ、帰って。はい、ということで帰りましょうか。あれ、ナースさんサボってね。サボりナース、休憩休憩休憩しすぎじゃん。ということで、あとどこに行ける。なんかさ、病は気から、病気の時こそ体を動かさ、いや病気の時は床に伏してていいと思うよ。ということで、次はあとどこに行けるんだっけ。多分順々にこう行ったから、あとは病、靴の学園行って、この駐車場ですね。 OK、 行きましょう。あー、テラニャーン、ておっさんがニャンニャン言ってんじゃねえよ、気持ち悪いな。俺の正体を女と仮定してみろ。許すそうなの？そうなのか？まあ、可愛いですよね、女の子がニャン。あ、めっちゃハゲた人がいるんだけど。すまん、私が近くにいると眩しいだろ本当にすまん。いや、リーブ21行こう。しげるくん、どうしちゃったんでしょう。かけるくんも最近様子がおかしいし、心配してる。あ、そうだ、しげるくんのいない間に、ナンパしちゃえ。はい、ごめんなさい、しげるくんのことで頭がいっぱいで。俺もトールくんのことで頭がいっぱいとか言われてみてえな。じゃあ恋バナをしましょう。片桐と喧嘩でもしたのか。いいえ、身に覚えはありません。学校を休む前まで普通に接していたのに。気づかないうちに相手を傷つけることでも、相手を傷つけることもあるからな。そうですよね、やっぱり私が何かしてしまったんでしょうか。片桐め、こんないい女を心配させるとは許せん。告白しましょう。片桐のことは忘れて俺と付き合わないか。どうしてそんなひどいことを。泣かしてしまったよ。罪悪感に蝕まれたんだけど。2年で可愛い先輩といえば宮野先輩ぐらいか。性格はさておき、ということで、じゃあ宮野先輩のところにも行きましょうかね。その前に黒井真由ちゃんにもナンパしておきましょうかね。石渡くんが一人危険俺ってクラスではどういう扱いなんだ。ということで、こういう扱いですよね。怪異の仕業の可能性が高いと思う。詳しい死体の状態が分かればいろいろ推測できるけど。今は情報不足ってことか。はい、黒井さんって好きな人いるの。気になっている人は二人いる。黒井さんといえばオカルト、もしかして寺田さんとリゼインか。違う、人間。誰。教えない、石渡君じゃないことは確か。誰なんだろう。あ、でも女友達かな。あ、そしたら3人って言うしな。黒井さん、毎晩俺に本を読み聞かせてくれ。いやいやー、黒井さんらしい断り方ですね。バッサリのね、サクッとね、ぐさっとね、切り刻まれましたね。という、おっと、村上くんじゃないか。女の子よりお菓子を食べた方が楽しい。あ、そっか、女の子しか、お前とは分かり合え、女の子しかナンパできなかったんですね。ホモ展開をちょっと今しようと思ったんだけどダメでしたね。何、ナンパ。自意識過剰だな。まあその通りだけど、っていうことでしましょうかね。言われたので、はい。現場は駐車場の近くだよ。今朝は警察がいてあんまり調べられなかったけど。ということで恋話しましょう。斉藤さんって中学時代はマキとそばかわとシイヌキと仲が良かったんだろう。高水準の男に囲まれていた感想は。別に囲まれてない、
私の他に女が2人いた。3対3じゃねえか。ドロドロしてそうだな、昼ドラ的な意味で。1人は自殺、1人は植物状態で、私は女は私だけになったけどね。事件的な意味でドロドロだな。なんかごめん。ということで最後に告白をしましょう。その赤毛に惚れた。俺と付き合ってほしい。明日から黒く染めてくる。嫌われてるね。はい。この純粋なデイちゃんとかどういう反応するんだろうか。気になるよね。石渡くんも気をつけた方がいいよ。着物じゃいざという時に困るでしょ。毎日着物だから慣れてるよ。どうしてもって言うなら脱いでもいいけど。石渡くんは学生服も似合いそうだね。スルーされたね。脱いでもいいよ、スルーされたね。まあスルーされ慣れてるからね。事件について話す。残殺っていうくらいだから、きっとひどい殺し方をしたんだ、ひどい殺し方だったんだろうね。今回はちょっと怖いし、調査は遠慮したいな。調べてるんなら気をつけてね。おにぎりもらった、優しいですね。はい、恋バナをしましょう。篠宮さんって好きな男性のタイプは？優しい人かな。クラスで言うと誰？俺とか？俺とか？俺とか？つでくんとか、ふちとうくんとかかな。ごめんだけど、石渡りくんではないよ。俺のことが好きな女子はいないのか。かわいそう。そう言われながらも告白をしていくスタイル。篠宮さんの優しさに惚れた。付き合ってください。ごめんね。私、石渡りくんのことよく知らないし、付き合うのはちょっと。マジっすか。真剣にごめんなさいされた。友達なら全然いいよ。その優しさが逆に恋の壁。はい、ということで、隣のね、美里ちゃんに次は。毎日同じ服の人ってダメだよね。ちょっと着物脱ぐわ。スキルナンバー。怖いよね。それだけ？それだけ？グレイさんってクラスで誰が好き？イケメンと言ったら小飛くん。でも絶対森さんと付き合ってるよね。っていうか最近学校休んでるけど、何かあったのかな。マキくんもイケメンだよね。成績いいし優しいし、もうちょっと明るくなってくれたらとストライクなんだよね。あとそばかわくん、違う、はたかわくん。最初は地味だと思ってたけど結構頼りになるよね。みずきちゃんとくっつくかもしれないから私は手を出せないんだけどね。伊藤くんも捨てがたい。食堂組では一番かっこいいと思う。食堂組って日の上くんと伊藤くんと津出くん、紫くんのことだよ。いざって時に何とかしてくれそうな感じがあるよね。淵藤くんも可愛くて好きだな。あんまり喋らないけど仲良くなれそう。頭もいいし、学年で一番の成績らしいじゃん。私バカだから勉強教えてもらいたいな。あと泉くんもかっこいいよね。紫くんと被ってるせいでマイナスに見えるけど、インテリイケメンっぽいし。俺は？いいと思うよ。私は好きじゃないけど。こんなに語ってくれた中で好きじゃないと言われてしまった俺はどうしたらいいけど告白する。クレイさん、いや、ミサト、俺と付き合ってくれ。断る。なぜ？私の趣味じゃない、ごめんね。本当に嫌われてるね、石渡り。ミキちゃんはどうなんだろう。これ寝てるけど。通報しました。さらに通報されるようなことをしよう。はい。現場は駐車場周辺、獲物は鋭利な刃物、被害者は4組の田島。なんでそんなに詳しいんだ。遺体を回収される前に確認したからね。死体発見して通報したの私だし。マジか、
こんなところに第一発見者が。見回りしてたからね。見回り？ああ、そっか。石渡くんはまだ知らないんだっけ。今度暇な時にでも話すよ、私の正体。赤い服を着た女が徘徊してるって情報もあって、何か関係してるんだと思うんだけどね。まあ何か分かったら私にも教えてよ。もう眠い。おう。ということで、恋バナはどうなんだろう。タマリさんって男に興味ある？いつも寝てるけど。私の恋人は睡眠。これから俺の腕の中で眠れ。男の人の体はゴツゴツしてるから枕に適さない。石渡くんが村上くんぐらい太ってたら考えてたかもね。マシュマロ系男子流行る？次は。事件について何調べてるの？私は何も知らないから巻き込まないでね。というところでナンパしましょう。何も知らなそうだな。大坂さんは事件について何か知ってる？知らない。てか、お忍び以外でカイと関わったことある？何言ってんの。日の上くんが入院した時に私も戦闘メンバーに選べるんだよ。そうだっけ。いやー、沼原さんと、東沢くんとのイベントは熱かったな。お忍びの時でさえ戦闘していないのに。おっと、これは番宣、宣伝してますね。おう。ということで、恋バナじゃない、告白をしましょう。ピンクの髪の女は抱ける。俺と付き合ってくれ。最初の一言で台無しだな。それがなくても付き合わないけど。はい、ということで、学校以外、学校外となると情報が集めにくい。ということで、あ、かわいい高野愛ちゃん。柏木さんのお姉さんや今回の事件、暗い話ばかりだね。ということで、可愛い子をナンパしていきましょう。あんまり怖い話はしたくないな。ということで、恋バナを。高野さんって浮いた話がないよな。あんまり男の子と話さないからね。仲良くしたいとは思ってるんだけど、緊張しちゃって。今も緊張してるのか？うん。それに私、地味で目立たないし。そんなことないと思うけどな。クラスでもかなり可愛い方だと思うぞ。もう、からかわないでよ。これはいけるんじゃないか？告白する。すごい、なんか、はっきりとしたイベントが来たぞ。高野さん好きだ。俺と付き合ってください。私なんかでいいの？クラスにもっと可愛い子とかいるよ。それに石渡くんは沢さんが好きなんじゃ。そんなことない。俺はずっと高野さんを見ていたんだ。気持ちは嬉しいけど、私誰かと付き合うなんて想像もしてなかったし。俺はずっと高野さんと付き合うことを想像してた。高野さんのことを考えると夜も眠れないぜ。そんなに？それじゃあ。おっと、ちなっちゃんが来ちゃったよ。おい、愛に何してるんだ？ちなつ、そんな男の口車に乗るな。こいつは女がいればすぐ口説くと有名なんだぞ。そうなの？いや、違うぞ。俺は高野さん一筋だ。さっき廊下で沢さんが呼んでたぞ。沢さん！石渡くん。純粋な女の子の気持ちを持って遊んで、この野郎。沢さんがいない。あの低身長、測ったな。じゃあ低身長にも、行ってみよう。なんだ、戻ってきたのか？子供みたいな嘘つきやがって。子供みたいなって身長って言いたいのか？かわいい。ということで、こいつも口説いておきましょう。残殺事件について何か知らね？
知るわけないだろ。お前と女関係の話、女関係以外の話をするのは初めてだな。ということで、ミュージさんはクラスで誰が好み？クラスの男は全員嫌いだ。私を子供扱いするからな。身長が低いからな。低くない、普通だ。小さい方が可愛いじゃん。小さい言うな。ということで、このまま告白もしときましょう。宮地さん好きだ。やっぱり愛への告白は嘘だったんだな。いや違うんだ、高野さん、これには深いわけだ。あっちに行け、私たちに話しかけるな。嫌われてしまい申した。石渡くんひどいよ。嫌われてもうた。これオカルト研究部とかもさ、そうそうそう、ヘビ女ちゃん気に入ってたよね、トールくん。くどけるのかな、まさか。私はこの淵藤くんをくどけようとしたいけど、あー避けられた。今回も怪異の仕業なのでしょうか。多分な。グツノ町は危険な街になってしまいましたね。これからは一人で外に出るのは控えるようにしましょう。はあ、いい子です。物騒だな。宮野先輩はバイトでいないから、違う、沼原先輩はバイトでいないから、俺が宮野先輩を暴走しないように見張っておかないと。お前ちゃん、お前直香ちゃんとどういう関係だよ。ただの後輩だよ。これはどうしよう。ヘビ女ちゃんをまず口説き落としましょうか。包帯男さんどこかに行っちゃいましたよ。残殺事件の怪異を探しに行ったのかな。ということで、ナンパ。包帯男さんは調べに行ったらしいですよ。なんか駐車場の近くとかなんとか。え、なんで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 。はい、恋バナをしましょう。包帯男とは恋仲なのか。え、そんな関係じゃありませんよ。っていうか、私は一人でも子供を産めるので恋人は必要ありません。すでに出産経験が終わりとは。髪を切ったら小蛇になるんです。人間の出産とはまた違いますよ。そういうことか。俺はカイと人間の壁を乗り越える。結婚しよう。興味ないです。まだ子供というわけか。失礼ですね。まあ生まれて10年しか経ってませんけど。幼女じゃん。いやー、ロリコンに目覚めそうですね。私の友達にも石渡りがいるんだよ。優子姉さんか。当たり、よくわかったね。たまに殺意が湧く友達がいるって言ってましたから。陰口。はい、そんな昇進の宮野先輩を口説いていきましょう。オカルト研究部もついに課外活動する時が来たか。新戦力も加わったし、怪異動物に出るぜ。沼原先輩がバイトで欠席してます。包帯男さんも散歩に出かけました。明日から本気出す。恋バナしましょう。宮野先輩どうした、なんで止まった。そこでなおかちゃんとお呼び。なおかちゃんの好きなタイプは。そうだな、容姿はいい方がいいけど、私のことを好きになってくれる人かな。意外と受け身だな。人に聞いたんだから、己も答えろよ、この子な。可愛い、美しいの、どちらかがあれば、誰でもいいぜ。可愛い、美しい、私のことじゃん。は。また一年坊よ、無意識の色化で誘惑しちまったぜ。困っちゃうな。じゃあ告白しておきあげましょう。付き合ってくれたら入部します。ダメ、カッキーが嫉妬してる。はい。ごめんね石渡くん、遊んであげたいけど、カッキーは独占欲が強くて私に自由はないの。宮野先輩ほど自由な人を俺は知りませんよ。青森見損なったぜ。影が薄いやつだと思っていたが、そんな本性を隠していたなんて。やめて、私のために争わないで。私が可愛いばかりに。はい、とんだ茶番でしたね。ということで、
結構時間がね長くなっちゃったので。主に色味を使うのはやめた方がいい。人間と会話完全に理解しかをし合うことはできない。お前も美少女に成長したりするの？我はオスだはい、ということで、じゃあ今回はここで終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。